NTT ドコモ東北支社が従業員を対象にした新型コロナウイルスのワクチン接種を始めました。今日から始まった NTT ドコモ東北支社の職域接種では、支社の社員のほか東北各県にあるドコモショップの店員が対象となっています。東北各県で合わせて2900人が接種を希望していて、接客業務にあたるドコモショップの店員を優先して接種していくということです。今日は140人が接種を受ける予定で、明日以降は1日あたり150人ほどのペースで接種を進め、8月末までをめどに2回の接種を完了させたいとしています。 NTT ドコモ東北支社の芦川孝則支社長は、携帯電話という生活のインフラを支えるため、スタッフの接種を進め、顧客の安心にもつなげたいと話しました。